こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。オーストラリアアマゾン、シンガポールアマゾン、FBA の在庫リミットがあってね、思うように商品探しをして、えー、在庫制限に引っかかっちゃってね、商品が入れられないというケースが、えー、たまに、まあ、たまにじゃないか、ちょいちょいあるんですけど、まあ、在庫リミットどうやってアップするか、ね今まで読み解いた方法を、 まあお伝えしてましたけど、まあ、実際に申請してね、えー、成功しました在庫リミットアップ。えー、基本的に300個在庫リミットの会員さんが多いと思います。ね早めに始めた会員さんは1500、在庫リミット。まあ、この場合ね、1500個あると、まあ、3000ドル突破はね、本、え、当、ー、簡単なんで、えー、在庫リミットアップ必要ないかなと。まあ、1万ドル程度までもね、えー、多分1500個リミットあればいきます。えー、ただ、 300個だと、まあ、結構ね思い切って在庫を捨てていかないとこのすぐリミットいっちゃうんでねできれば、まあえー、在庫を、ね、捨てずに商品探ししていきたいんで在庫リミットアップしておきたいというところがあります、まあ、その申請ね、まあ、注意点としては、まあ、3条件月間販売個数が300個を超えてるとで、えー、たくさん売れる商品が見つかってる、ね、たくさん売れる商品が見つかってる すみません。これ、わかりにくかったですね、えー。10個も20個も、10種類も20種類も見つかっている必要ないです。1種類ね、ね、えー、たくさん売れる商品が見つかっていれば、この商品を入れたいんでね、えー、在庫リミットアップしたいですという申請で通りました。今回、えー、300個は500個に増えました。それから売れない在庫が破棄できると。これら三3条件をクリアした会員さんで、リミットアップを希望する場合は、お気軽にご相談ください、ねえー。在庫リミットアップ成功してます。 は500個あればねまあそうですね、まあ、3000個、まあ、3000ドル突破っていうのは、まあ、この会社も3000ドル突破してるんですけど、まあ、ほとんどのケースで3000ドル突破は簡単という形になりますであとはね売れてる商品にちょっと集中してねで個数増やせばもっと在庫を増やすっていうのは割と簡単にできるんでね今まで この成功事例なかったんですけど、在庫リミットアップ成功事例できましたんで、やっぱね、私のこの読みは正しかったなと、アドバイス通りすれば在庫リミットアップできますんで、リミットアップ希望する会社はね、お気軽にご相談ください。ご相談を待ちしてます。a m a z o n f フィスサポーター、堀秀夫でした。